生配信でご覧の方もアーカイブでご覧の方も的中率抜群、当たる競馬予想アースオン .tv 競馬部 MC の福光美穂です。今回から定期的に競馬部の MC を務めさせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。競馬部は現在実質2人で、 JRA では昨年8月の札幌記念開催週から55週連続的中、地方交流競馬を含めてなんと60連勝中です。先週は編集長のきのこちゃんと珍しくガミ坂織が3レース中2レース的中。特に編集長きのこちゃんは G3 札幌2歳ステークスと小倉2歳ステークスでそれぞれ馬連、ワイド、枠連が的中。そしてきのこちゃんは編集長に就任してから師匠のムーさんを超える驚異の的中率を誇っています。今週も絶好調競馬部の予想で秋競馬を楽しみましょう。馬券は競馬部のお気に入りのスタッフの予想にご自身のお好きな馬を加えて三連複や三連単など購入しても面白いと思います。今回は9月12日日曜の中京メイン芝 1200m で行われる G2 セントールステークス、中山メイン芝1600m で行われる G3 京王杯オータムハンデ、9月11日土曜の中山メイン芝中山メイン芝2000m で行われる G3 シオンステークス、以上3レースの予想をお届けします。まず最初は9月12日日曜の中京メイン芝1200m で行われる G2 セントールステークスの予想からです。今年は17頭立て。まずは先週予想した3レース中2レース的中、編集長に就任してからずっと好調で最近の成績も大井の交流競馬ジャパンダートダービーを含めて競馬部で予想した合計35レース中なんと31レース的中。編集長きのこちゃんの本命は外国人騎手で一番好きなデムーロ騎手騎乗、2枠3番ラウダシオンです。対抗以下の他の推奨馬はご覧の通りです。馬券は本命ラウダシオンの単勝副賞と推奨馬の馬連、ワイド、枠連、三連複ボックスで勝負するとのことです。次に先週3レース中2レース的中でしたが、相変わらず大幅ガミだったガミ将軍坂織の本命は7枠13番ナランフレグです。対抗以下の他の推奨馬はご覧の通りです。馬券は本命ナランフレグの単勝副賞と一等軸の馬連、枠連、推奨馬への流し、そして推奨馬のワイドボックスで勝負するとのことです。続いて競馬部で圧倒的な回収率を誇る競馬部の守護神ムーさんの赤星はスクリーンヒーロー3区7枠14番クリノガウディ、黒星はモーリス3区8枠15番ピクシーナイトとのことです。他の推奨馬はご覧の通りです。馬券は赤星クリノガウディと黒星ピクシーナイトの単勝副賞と赤星クリノガウディ一等軸の馬単、馬連、推奨馬への流し、そして7枠から77のゾロ目を含む枠連、総流しと88のゾロ目の枠連、黒星ピクシーナイト一等軸の馬連推奨馬への流し、さらにクリノガウディ、ピクシーナイト、日東軸の三連複推奨馬への流しで勝負するとのことです。セントールステークスの予想は以上となります。お次は中山メイン芝1600m で行われる G3 京王杯オータムハンデの予想です。今年は16頭立て。まず編集長きのこちゃんの本命はもちろん世界中の騎手の中で一番好きな池添騎手騎乗、6枠12番カレンシュトラウスです。
対抗以下の他の推奨馬はご覧の通りです。馬券は本命、世界中の騎手の中で一番好きな池添騎手騎乗、カレン・シュトラウスの単勝、副賞と推奨馬の馬連、ワイド、枠連、三連複ボックスで勝負するとのことです。次に、ガミにもならないガミ将軍坂織の本命は、前走 G3 関谷記念5着からの巻き返しを図る2枠4番グランデマーレ。対抗以下の他の推奨馬はご覧の通りです。馬券は本命グランデマーレの単勝、副賞と一等軸の馬連、枠連、推奨馬への流し、そして推奨馬のワイドボックスで勝負するとのことです。続いて守護神ムーさんの赤星は、絆3区6枠11番バスラットレオンとのことです。他の推奨馬はご覧の通りです。馬券は赤星バスラットレオンの単勝、副賞と一等軸の馬単、馬連、推奨馬への流し、そして6枠から66のゾロ目を含んだ枠連総流し、さらにパドックを見て赤星を中心に推奨馬より3頭から5頭を選んで3連複か3連単のボックスで勝負するとのことです。 KO 杯オータムハンデの予想は以上となります。最後は9月11日土曜の中山メイン芝 2000m で行われる G3 シオンステークスの予想です。今年は18頭立てフルゲート。まず編集長きのこちゃんの本命は、外国人騎手で一番好きなデムーロ騎手騎乗、5枠10番エイシンチラーです。対抗以下の他の推奨馬はご覧の通りです。馬券馬本命エイシンチラーの単勝、副賞と推奨馬の馬連、ワイド、枠連、三連複のボックスで勝負するとのことです。次に、ガミにもならないガミ将軍坂織の本命は、このレースで相性の良いルーラーシップ3区の1頭、8枠18番プレミアエンブレム。対抗以下の他の推奨馬はご覧の通りです。馬券は本命プレミアエンブレムの単勝、副賞と一等軸の馬連、失礼いたしました、一等軸の馬連、ワイド、4頭流し、そして88のゾロ目を含んだ推奨馬の枠連ボックスで勝負するとのことです。続いて守護神ムーさんの赤星は、ディープ3区7枠13番ハギノピリナとのことです。他の推奨馬はご覧の通りです。馬券は赤星ハギノピリナの単勝、副賞と一等軸の馬連、失礼いたしました、一等軸の馬単、馬連、推奨馬への流し、そして77のゾロ目を含んだ7枠からの枠連総流し、さらにハギノピリナ一等軸のホウウォーイクセル、クリーンスイープ、ホウウォーラスカーズ、ファインルージュ、エイシンチラー5頭の3連複か3連単の流しで勝負するとのことです。今週の競馬部の予想は以上となります。競馬部は現在実質2人で JRA では昨年8月の札幌記念開催週から55週連続的中、昨年からの地方交流競馬を含めてなんと60連勝中です。この調子で連続的中記録を更新していけるように頑張ります。応援よろしくお願いいたします。そして私の今後の活動の告知をさせてください。2022年2月3日木曜日から6日の日曜日、天王洲銀河劇場にて坊ちゃん劇場ミュージカル鬼のレクイエムポチ役で出演することが決定しました。その他の活動予定としましては、愛媛県松山市に行って2021年10月新規開校、松山アクターズスクールシアターダンス非常勤講師踊ります。
はい、カリンミカバレエスタジオにてシアタータップワークショップも開催いたします。詳細は、ツイッターの、アットマークふくちゃん FUKUCHAN313 ふくちゃん313でご確認ください。JRA は事前にネット予約で開催競馬場の指定席を購入したお客様のみ入場可能と発表しました。詳しくは JRA のホームページをご覧ください。未だに収束が見えない新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、手洗いやうがい、洗顔、洗髪など予防をしっかりしましょう。外出する際はマスクはもちろん、髪の毛にウイルスの付着を防ぐため、帽子を着用して感染を防ぎましょう。感染予防はあなた自身や大切な方々を守るためです。それでは今回はこの辺でお開きとさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。